スペイン紙、マルカでは25日付で、間近に迫った1の移籍市場で他クラブへ移る、可能性が注目、レル11人の選手を紹介している。ビジャレアル、日本代表 MF、久保健英も、その一人として選ばれ、今シーズンの久保健英はダゾーンで、いつでもどこで、簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、レアルマリードからのレンタルで今季、ビジャレアル、加入した、久保だが、出場機会の獲得に苦戦。ラ・リーガで、第15節までを終えた時点で、先発出場、2試合しかなく、特に最近2試合は、ベンチ入りし、からも、出場なしに終わっている。こういった、今日の中、久保に、実戦経験を積ませたい間取りが1月のレンタル先変更を望んでいるとの見も浮上。久保本人やビジャレアルにとっても、外が一致する選択になる可能性があるとし、去就への注目が高まっている。ビジャレアルのレンタルでは、マドリーが望んでいたよう、出場時間は得られていない。ヘタフェが代案して提示されているほか、マドリーが彼をそまま引き止める可能性もあるかもしれない。ウナイエメリのチームを去ることにな、としても驚きではないと、マルカ紙は述べてる。久保以外にも移籍が噂されている選手た、や、現在のクラブとの契約が今季末までとなっている選手などを選出。ダビド・アラバ、ポー、ポグバ、リオネル・メッシ、リキ・プッチ、ジ・ルイジ・ドンナルンマ、デル・アリ、イスコ、ヨルジニオ・アイナルドゥム、メンフィス、バイ、ジエゴ・コスタを含めた計11人がピックアップされている。両。